ひろきさんなんか久しぶりに動画撮ってますねと何ですかその後ろのなんかこうねいろいろとものがありますねと思いのあなた正解でございます正解です正解でしたはいこんにちはひろきですということでねまあ本当に久しぶりの動画なんですけどもあの今日は9月12日ですか。 えということでね、まあ、今、昼ですね、えー、11時38分、あの午前です、午前の、まあ、昼くらいですね、まあ、お昼の11時38分くらいに動画撮ってるというところなんですけど、えー、と今日はね、まあ、YouTube をやるとなぜ稼げるのかという話、えー、とかね、えー、YouTube を使うメリットだったりとかね、まあ、ざっくりした、ね、あの軸をねちょっと考えて今、台本をねあの書かせていただいてるんですけど、それらについてお話しさせていただけたらなということを思いまして、はいえー、こうして動画を撮ってます。なののでこの動画を見る ですね、この動画を全部見ると YouTube を使うメリットと、ね、YouTube をやると何で稼げるのか、ね、YouTube やると、あのー、すごい簡単に稼げるよっていうことをお伝えしたくてね、まあ、その理由だったり、まあ、本当にねど,ういうどのくらい簡単にあの稼げるのかっていう話をしていきたいなということを思ってますので、はいえー、とそんな、えー、情報、ね、に興味ある人、まあ、今ね多分この動画見てる、えー、方っていうのは多分ねネットで、まあ、在宅にしながらね、まあ、ちょっとお小遣い、まあ、5万円 まあ月に5万円とかね稼げたりとか、まあ、あわよくばあわよくばね、えー、月に200万とかね500万とか1,000万とかね、まあ、いくらでもお金って。 ね、あ,のあっても困らないものですので、まあ、そのくらい稼ぎたいなと、ね、月10万とかね、えー、副収入で稼げたらいいなということを思ってると思いますので、えー、なので、まあ、そんなね、えー、方のために僕が今まで YouTube 使ってよかったよということを、ねまあ、改めて伝えたくてちょっとねテロップとかね、あのー、最近ね出せるようになったので、まあ、それをちちょょっっととお伝えあそれをねちょっと、あのー、出してねこう伝えできたらなということを思っておりますので。はい えーと、そんな感じでね、ちょっと話していけたらな、ということを思います。で YouTube を使うメリット。まずね、YouTube を使うメリットなんですけども、まずね、簡単、無料ですね。無料でできるということで、今ね、僕、これ、スマホで撮ってるんですけど、スマホ、今、三脚ね、黒い三脚を立ててね、これ、ベッドがここにあってね、いつもここで寝てるんですけど、それはどうでもいいか。ののベッドの上にこう三脚を立てて立、てただね、iPhone ですね、iPhone、僕、iPhone7、iPhone7 を使ってるんですけど、それをね、ただ使って、 本当に誰でも使えますよねあの iPhone 持ってない人とかって今いないと思うんですけどまあそんな感じでまず1つ目は無料ですね無料でねあのみんな多分 iPhone 持ってると思いますので見てる方も iPhone ねとかタブレットとかね持ってると思いますので、えー、本当にね簡単あの普通に写真とかみんな撮りますよねまあその辺で例えばあの写真とかなんかちょっとしたねあの公演まあちょっとした えねえまあ記念公演とかに行った時とかね、まあ、どこか外出先で何、ね、かあっ,あった時にこう。 写真を撮るのと同じような感じで、もう本当にね、今の時代、個人の人が、まあ、もう動画をね、まあ、撮って自分でアップロードすれば、ね、もうみんな YouTube とか使えるようになりますので、まあ、なので本当に簡単、無料でできて簡単、ね、誰,でも誰もができるっていうところ、まあ、これがね、あの本当に YouTube のメリット、YouTube を使うメリットですね、無料っていうのが本当に参入障壁,障壁が低い、参入障壁が低いので、はい はいまず一つはそ,それですね。でえー、とあとはねどこにも行かなくてもいいということなんですね。まあ、参入障壁が低いっていうのとの一つのねまあ、要因になるとまあ、要因の一つと同じね。 えー、まあまあまあ同じことになると思うんですが同じ、ね、無料まあ、簡単っていうのと同じところに入ってると思うんですけどもねどこにも行かないで僕今ねあのー、これ家で撮ってるわけですね、まあ、家であの普通にこう気軽にねこういうふうに撮ってるわけですよはいなので簡単にね動画が撮れちゃうということが、まあ、これがね本当にあのー、いいところですねはい まあ今ね有名人の方も YouTube 使ってたりとかねまあちょっとあの何だろうな例えば僕の場合だったらかまいたちさんとかちょっと好きでねまあ別にそんなファンっていうわけではないんですけどあのちょっとね好きでこう見させていただいてるっていう方もあの YouTube 使ってたりまあそういうね芸人さんとかもまあちょっとね売れなく 売れなかった時のために YouTube やって広告収入で稼いでたりとかっていう感じでするんですけどもまあそんな感じで有名人の方も YouTube を使ってあの稼いでる方っていうのがいるよっていうことでまあ,あの別にね、まあ、それは有名人の方、まあ、もあの使えばいいしまあ 個人の人も使えばいいしっていうことで、まあ、どんな方でも簡単にあの参入障壁を低くね、参入障壁が低くできるよっていうこと。まあ、これがね、あの YouTube を使うメリットですね。はい。で、いつでも見れるっていうところ。これもね、あの本当にいいところなんですねあの。YouTube って動画ですよね。動画ですので、ビデオなので、ね、ビデオってあの別にリアルタイムで見なくてもですね。えーと な,んていうかなまあ本当にかんあのー、まあ例えばねまあ今忙しい人って多いじゃないですか、ね、夜遅くまで働いてるとかね、まあ、ちょっとその人と会う、ね、時間帯をねこうなんていうかな、まあ、その人と あの合わせるのが難しいっていう人にとってはですね。えっ、ー、とちょっと動画撮っといたから見といてっていう感じで。まあ、例えば今僕がこれ、昼の11時に撮っておいた動画をね。まあ、見てる人は夕方とかね。まあ、夜に見てるかもしれないし、っていう形で。まあそのね。あのー、いつでも見れるわけですね。見てる人っていうのがだから、これが本当に美味しいわけですね。まあ、なんか？ 昼のね、あお仕事して営業の仕事してる人とかだったらね、まあ、昼ちょっと、あの、何時だったら会えますとかってね、まあ僕も結構、まあたまにやるんですけど、何時だったら、ちょっとその時間空いてないですねとか、ちょっとね、あの、そしたら、ちょっとこの時間はとか言ってね、まあちょっとその時間の調整とかしないといけないじゃないですか。っていうところをね、しなくてもいいっていうところがね、本当にあのいいかなということもいまして、はい。 まあちょっとそのデメリットもあるんですけど、まあね、あの直接会ってないから、まあ、話をね、まあ、適当に聞かれてしまうとかっていう逆にね、あのーまあ、そういう、ね、デメリットはあるんですけども、あのー、っていう感じでねっていう感じで、あのー、まあ本当にね、まあ 気軽に見るることができる、ね、で今の時代ね、まあ、もうちょっと言うと、まあ、成功者の方とかの動画をね、まあ、普通に見る側の立場としては、ねあのまあ、本当に例えばホリエモンさんだったりとか、まあ、誰ですかねまあ あの鴨頭さんだったりとかね、まあ、いろんな方がね、まあ、YouTube やってるんですけども、まあ、そういうね、えー、と成功者の方の考え方だったりどういう生活をしてるのかとかね、えー、とどういうふうにして成功したよとかっていうね、まあ、役立つ話とかも、まあ、YouTube で見ることができたり、えー、してですね、まあ、それはちょっと見る側の立場の。 お話なんですけどもっていう感じで、まあ、YouTube ほ本当に使う側でも本当にメリットがありますので、はいえー、やった方が絶対いいよっていうことででね、あのー、っていう話でした。 ということでね、まあ、YouTube をあの使うメリットについてここまでは話したんですけど、えー、これからね、あの YouTube をやるとなぜ稼げるのかっていう話をしていきたいなということも言いまして、はいこ,ん、まあ、この後の話はですね、YouTube 使うとなんで、ね、稼げるのか、なんかあなたも聞いたことありませんかあのなんか ?YouTube やれよって、あのとにかく YouTube だみたいな感じでね、まあ、言われる言われたことないですかねあのー まあちょっとね、まあ、なんか稼げる情報を見てたら、まあ、とにかく YouTube をやりなさいみたいな感じで、まあ、聞いたことどこかであると思うんですね、あなたも。うん、で、YouTube で、ね、やれば何で稼げるのかっていう話をしていきたいんですけども、まあ、これはね、本当に簡単なんですね。あのー、まあ、結局ですね、まあ、そのね、ビジネスというか、営業というかね、まあ、っていうのは、まあ、友達作りに似てるんですね、友達作りです。はいえー、例えば、まあ、中学校の時代 とかねあのー、高校時代とか小学校時代とか、まあ、でもいいんですけども学校の教室スコアちょっとかをイメージしていただきたいんですね。教室をちょっとイメージしていただいて。で、えー、とその時にですねあの友達をどういう風に作るかって言ったらですね、まあ、結局、うーとですね、まあ あのーまあ、小学校時代にですね、まあ、友達100人できるかなとかっていう歌あったと思うんですけど実際結局のところね100人もできなかったと思うんですね、まあ、できても10人くらい、まあ、普通の人だったらね23人とか、まあ、1人友達、まあ、本当の友達っていう人は今1人いるかいないかくらいかなみたいな、まあ、普通に話せる友達だったら34人くらいとかいるかなとか、まあ、そのくらいだったと思うんですね、まあ、僕はそのくらいでした、はい、なんですけどもまあ あのー、全ての人とはね結局友達になることはでできないわけですね、えー、このね、あのー、動画をねこう撮ってるわけですけども、まあ、一瞬でね動画を閉じる人もいればね、まあえー、と最後まで見てくれる人もいればね、まあ、中間くらいまで見てくれる人もいたりとかっていう感じで。 えと例えばね、まあ、1万人こういたとするじゃないですか1万人の、ね、友達がいてねであ見,見る人がいてねでその中でこう一瞬で動画閉じる人が例えば、えー、9000人くらいいて、まあ、1万人中、まあ、1000人、ね、動画を見てくれる人が1万人中1000人だけいて、ねそ,の中でね、その中でこの人とあの本,当の友達、まあ、本当の友達というか、ねまあ、友好関係をそれなりにとってもいいよっていう人は1000人の中の例えば ね、あの100人とかにこう減ってくるわけですねでその中のさらに、あのー、30人くらいが商品を買おうかなっていう形でね、まあ、残ってくれるわけですね。はいえー、という形で、あのー、結局ね営業っていうのは営業というかね、まあ、友達作くり、まあ、全員と友達になれないわけですね。まあ、1万人いたら30人とまあ、100人とかね、まあまあ、ち,ょちょっとした関係を持てる人が100人くらいとか、まあ、1000人くらいとか。 まあ、でさらにねこう親密な関係を持てる人が1,000人中100人ででさらに商品を買う人が30人とかねあのとかっていう感じでどんどんねこういう感じでまあロートのね えー、フ,ァネルファネルのこうありますよねこうどんどんふる、えー、いにかかさっていくふるいに、あのー、かけていくみたいな感じで最後の方商品を買う人はどんどん少なくなっていくよっていう、まあ、イメージ図があると思うんですけども、まあ、それをね YouTube を使うと勝手にやってくれるんです。 これね、あのー、本当に大事なことなのでもうい、もう一度言いますね。YouTube を使うと、なんか今、なんかめんどくさい話しましたよね。こうね、あのこういう1万人中の1000人になって、ね、100人になって30人とか。これをね、YouTube を使うと、そんなことをね、考えなくても、勝手にやってくれるんです。勝手にやってくれるんです。 ね、もう3回くらい大事なことで大事なことなので言いましたけどもはいあのー、なんかね結構ね断られたりするのってまあ結構ね苦手な人っていうかやっぱりまあそれね、まあ、僕もそれ断られるのってすごい嫌なので、まあ、嫌なんですけど、あのー、すごい苦手なんですけどもまあそれね断られずにあの勝手にそれをやってくれるっていうところが本当に YouTube のいいところなんですね。 はいまあ、勝手に友達を作ってきてくれるというかですね、うん、まあそんなような感じです。はい、なので、うんまあ、YouTube 使った方がいいよっていうことなんですけどもまあ ねあの勝手に、まあ、たまにこうね自分と合わない人間っていうのもたまにコメント欄にねこう書かれてしまうこともあるんですけども「こいつクソだぞ」とか「最低な人間だぞ」とかね「あのブサ,ブサイクなくせに」とかなんか、えー、なんだろうなんかねまあなんか補作なとかなんか、えー、となんか都合のいいことばっかり話しやがってとかなんかいろんなこと書かれるわけですけどもまあそういうこともたまに書かれたりもするんですけどもそれよりも大事なこととしてはまあすごいいいこととしては本当に、えー 友達というかね、まあ、自分と、あのー、にとって自分にとって、えー、素敵な人というか自分と合う人ですね、まあ、自分の友達、まあ、お客さんだったり友達がこうできるっていうところが YouTube のいいところです、はいであのー、自分と合、ね、わない人っていうのは勝手にもう動画閉じていくわけですねああこいつちょっとなんかこいつが喋んなとかねあこいつの話全然ちょっと役に立たないわとかね、まあ、こいつから学びたくないこんなのだったら他にも ね、あの同じようなこと言ってるやついっぱいいるわみたいな感じで、ねあのねまあ、僕のこの人柄がちょっと受け入れられない人にとってはですね、まあ、すぐ同時を動画を閉じてしまうすぐね動画を閉じてしまうので勝手にいなくなるわけですねで最後まで聞いてくれる人っていうのは僕のファンだったり、ね、ファンの方だったりとか僕とすごいあのいい関係を、ね、結ぶことができる人が最後まで残るという形になるわけですねなので、まあ、さっき言ったような感じで あの営業を勝手にやってくれる、まあ、ここはね本当にいいところなんですね,ねあなたもちょっと一回やってみてくださいあのピンポンをねこう一軒一軒押していくみたいなことをやってなんか僕が昔やってたのは健康食品のね、えー、販売をする営業をやってたりすることもあるんですけど、ま、だったり、えー、資産運用ソフトのね、えー、販売をこうピンポン押してねやって,やってることがあったんですけどもまあ まあほとんどですねなんか門前払いと言いますかああ間に合ってますとかねなんかちょっとあのー、ああちょっとなんかまあなんていうか愛想だけなんかあのー、ちょっとね、えー、愛想をねこう振る舞ってくれる愛想をね、あのー、ちょっとああどうもですみたいな感じで言ってくれるんだけどもちょっと逃げていっちゃう人ばっかりうーんっていう感じなんですねまあそもそもちょっと相手にしてくれないっていう人もたくさんいるしまあもう明らかにね その家に、ね、あのいるのにいルスを使われてしまったり、えー、することもあったりうんまあほんにね、まあ、営業やってみると分かるんですけど、まあ本当に断られることばっかり。 えなんですね。えー、なんですけども、たまにね、まあ本当に、あのたまになんですけども、まあすごいあの受け入れてくれて、まああの僕の話なんですけども、まあ家にね、こう、お招いてくれてというか、い,いね家に上がりなよって言ってね、まあご飯を出してくれて、ね、あのすごいおばあちゃんだったんですけど、まあすごいいいごちそをね、出してくれて、なんかゆっくりね、もう話を、あのー、なんか、まあなんかいろんな話聞かせてくれてね、まあなんかそのおばあちゃんも寂しかったからなんかちょっとわからないですけども、まあそういう、ね でいいこともあってねあのすごい、まあ、僕の商品ももちろん買ってくれてですねっていうおばあちゃんもいたりっていう形でまあほにねあのー、まあすごいね断られるんですけどもその中で、まあ、自分を受け入れてくれる人も、まあえー、とまあ実際やってみたらいるんですねまあそれをそれをですね、まあ、YouTube を使うと、あのーまあ、今みたいな感じのね、まあ、友達作りというかお客さん作りをですね、えー、勝手にやってくれるっていう感じではい えやってくれるのがのがいいところです、はい、だからまあ商品が売れて、ね、あなたのことを、まあなたが YouTube やればねあなたにしか作れないそうあなたの友達っていうのが絶対できる、ね、あのこれすごい、ね、面白いところで面白いことがですね、えー、僕がやると僕の、ね、友達というか僕のファンがこう集まってくるんですけどあなたがやればですねあなたっていうのは僕と違いますよね、まあ、絶対違う,もう人間ね一人一人違う ね、違いますのであなたがやるとあなたに会った人がこう集まるわけですねあなたが例えば、まあ、あと今何歳ですか二十、まあ、歳の方だったら二十歳くらいの方だったりとかうん、まあ、その方にこうねる、まあ、類は友を呼ぶっていう言葉がありますけどもその方と会ったね、えー、ファンの人その人に会ったこうお客様がこう現れてくれるから、うん、だからうーんと、ねまあ、本当にえっ、ー、とね、まあ まあああれですねまあ、その僕がやるのと違う人違う層違う層ですねまあえっ、ー、とちょっと例えるならねまあ例えばまあ何ですかねまあちょっと,、えー、とゆずゆずが好きな人とまあ音楽で例えましたよゆずが好きな人とミスチルが 好きな人ミスチルですねミスチルが好きな人で違うファンの、ね、層があると思うんですね。ああ、この人こういう層がファンだよってゆずはゆずの,あのファンがいるみたいな感じで、まあ、本当にね、そういう感じであのお客様になる人っていうのが違うん、違うんですね。だから えーとねこの人がやってるから私は私は今からやっても遅いんじゃないかとかっていう感じでね考えられる人がいるんですけどもまあ、僕にはね僕にしかこう,うと友達になれない人っていうのがいるわけですね。例えばあの高校時代とかねまあ、そのさっきの話に戻りますけどもねあのそのそ机の周りにねこう集まる人っていうのはその人と同じような人が集まっていませんでしたか ね、あの女子には、まあ、その女の子には女の子の友達がいてで男子には男子の友達なんですけど、まあ同,じ男子ね、その同じ男子にしてもバスケットをやってる男子にはバスケットをやってる友達がいたりとかしたんじゃないでしょうかんとかね何、あのー、だろうな例え、まあ、ば自分の場合だったら何ですかね、まあ、自分の場合だったらやっぱり自分とこう波長の合うというか、ね、自分とフィーリングの合う、ね、友達がこうできてたわけですね、まあ、高校時代、まあ、高校時代そのね まあよくあの話す友達としては僕とやっぱり似たような人がこう集まってその人と一緒にあの10分休みとかねえと放課後の帰宅時間とかはまあ帰宅一緒に帰るとかっていう感じでねあのそういう感じでねまあ自分と似たような人とこう群れてたまあ集まって話してたりとかしてたわけですね。 ねあのー、っていう感じで、まあ、100人いたとしてもね100人ともと友達になることはできなくてね、えー、自分とそういう似たような近しい人とだけこう話すことができてで、ねあのー、そういう感じでね、あのー えとまあ、自分と会う人だけがこう、だけとこう接することができてたと思うんですね。なので、なのでね、まあ、あなたにはあなたの、例えばあなたがね、女の人だったら、女の子の友達ができたりっていう感じになるわけですね、僕とは違って。だからね、あの本当に、まあ、YouTube、ひろきさんがやってるからって言って、まあ、あなたがやったらあなたのファンができる。あなたが例えば40歳、50歳の人だったら、50歳の友達ができやすいですよね。やっぱり年代が同じだと、年代が同じ、ね、あの話がしやすいということ。 でまあ、その人に合った、ね、あの友達もできるということになりますのでだから、ね、あのこれが、ね、飽和しないというか、まあ、誰がやってもあのいつの時代からやったとしても、ね、YouTube やれば稼げるよということで。はい、そうでですね、まあ、なの YouTube やって ユーチューブをねやるとなぜ稼げるのかっていう話はそんなような感じです。はい。人柄が伝わる。ね。あのー、だからね、まあこれ僕がよくい,いつもね言ってる話なんですけど、メラビアンの法則っていうのがありまして、メラビアンですね。メラビアンの法則っていうのがありましてですね、この法則は何かというとね、まあその話してる内容よりも、ね、話してる内容っていうのはほとんど8%くらいしか伝わってなくてね、えっ、ー、と55%は、ね、55%は見た目。 ね、視覚的な情報が相手に伝わってるっていう話があるんですね。で、あのー、残りの 38%38% 38くらいは声のトーンが、ね、相手に伝わってるあこの人ってすごいなんか元気な人だなとかねあすごい気さくな人だなとかねあちょっとなんかこの人なんかちょっと気難しそうな人だなとかってねちょっと気難しそうななんか硬そうな人だなとかっていう、ね、雰囲気っていうのが 伝わりますよね、まあ、伝わってる。ねあの大体喋ってる内容っていうのは大体ねあんまり聞いてないんですね人間っていうのはね、まあ。聞いてたとしても忘れてしまう生き物ですのでねあの学校の先生の話とかって一時一句覚えてなかったですよね。でも人柄は覚えてないですか。あの理科の先生ってああいう人だったよなとかね社会の先生ああいう人だったよなっていうその人柄は覚えてますよね。うん、でもなんか一時一句ね喋ってる内容を思い出せって言われたらね いやなんか大体こんなこと喋ってたような気がするけど全然もう思い出せんわっていう感じじゃないですかだからね自己紹介とかでもねもう結局のところそういう感じなんですねそういう感じもうだからねなんか喋る内容とかって全然なんていうかまあ、ある程度は考えておかないといけないんですけどもね、あのー、そういうことよりも、まあ、この人って36歳くらいかなとかっていうところが伝わってあこの人とだったら友達になることできるかなっていうことが伝わって で,で、あのー、ちょっとこの人にコンタクトしようかなみたいな感じで、なんか LINE とか載せておくとですね、で一応、あのー、連絡が来て、そこからなんか売れて、ねあのー、稼ぐことができる。ねあのー、よくまあ えーと貧乏人はね、まあ、時間がなくて、ね、お金持ちはたくさん時間があるっていう、まあ、理由があるんですけども、まあ、それはね、あのー、結局商品を売ってるか、まあ、時間を売ってるかの違いなんですね、まあ、この話はねちょっとまた別途ねさせていただけたらなということを思うんですけども、うん、っていう感じで、まあ、とにかくね YouTube やれば、まあ、稼げますよっていうことをねお伝えしたくてはい今回の動画を撮らせていただきました はいなのでね、まあ、YouTube でもう本当に三脚買うくらいじゃないですか。あなたがやることとしてはね、まあ、三脚持ってない人は三脚を立ててね、で、あの動画、とりあえずもう適当にポンポンと押してね、もうなんか適当に今日も喋りますみたいな感じで、ね、もう喋っておけば、 ねあのー、友達ができてその人となんだかんだねしてるうちになんか商品買ってくれると思いますので、はい、あまりね深く考えなくていいんですね別に何て言うかななんか慎重になろうとしてまあもう結局ね嫌われる人には嫌われるまあどんなにね礼儀正しくねこう,、あのー、こういういうに言ったところでね僕も嫌われるしあなんか適当にねあの別に寝癖ついてたとしてもね、まあ、寝癖とかついたりとか何か適当な感じでねあったとしても いやそれはあまりにも適当すぎてるとちょっとダメだと思うんですけど、まあ、そんなねまあそんな考えなくてもあー、ね、あのひろきさん来たみ、まあ、ひろきさんだとかっていう感じで受け入れてくれる人もたまにいるわけですよはいだからあんまりね、まあ、別に好かれようとする努力とかしたと,ところであんまり意味がないああこの話もまたベッしようかな、うん、はいっていう感じですのではい とい,う感じですということで今日はね YouTube をやるとなぜ稼げるのかっていう話と、まあ、YouTube を使うメリットだったりについてね話させていただきましたということで最後までここまで見ていただいた方本当にありがとうございましたまたあの動画を撮るときは見に来てくださいありがとうございます